奥の車、突っ込んでくるぞ。何してんだあいつ、赤信号だぞ。お。速攻バチが当たったな。ものの数十秒をケチりたかったせいで事故。信号無視という時短術。数秒節約できますが、警察に見つかれば特別なサイン会への招待。事故ればマイナス数十時間と損害賠償数百万円が手に入るかもです。リターン悪すぎないかそれ。投資として日本の銀行預金を利用するようなもんですね。不明じゃねえか貯蓄だろそれ。せっかちは待てない。でも視覚すら見ない。カーボン調がお届け。青信号っすね。村が変わった直後だからいける。遠くで赤信号になった後なのに、なぜかアクセル全開で突っ込んでゆく。東京オリンピックは明日ですか？はい。そうです。っていうのと同じことですからね。交通事故の例えに使うのか。どっちもバブル加速だ。最後事故っとるやんけ。赤信号、行けなかったが行けた。変なこと言ってないで反省しろ。赤信号で突っ込む車がいることくらい想定できるはずだ。そっちが回避すべきだった。クソ野郎。プリウスミサイル。さて、今度はブレーキの効かない大型のトレーラーです。いや曲がってくんじゃねえ。驚きました。ウインカーも後方警戒もなく、左端から右まで一気に来ますか普通？こんなルール無視な無茶苦茶なことしてるから、案の定事故ったな。でも、ああ行き過ぎたって急にハンドル切るのは、運転センスない人にありがちです。日本の高速のインターとか、下道の随所とか、割と日常的に起こることなので皆さん頑張って避けてね。避けるしか対策ないんだもんな。無茶なタイミングで割り込もうとしてる黒セダンいるな。トラック来てるのに。プププ。ヤクザカラーで生きって事故ってやがんの。だってざまあ。そのくらいにしといてやれ。あいつも大人なのに子供な事故り方してんだ。少しは心情を気遣ってやれ。それ地上逆にえぐってるよね。だってあれギャグだろ。素でやるようなバカこの世にいないぜ。素直に譲り合おうねと言わないカーボン超スタイル。お、前の車が左折しますね。さて、復習ですが、ああいう時、対向車だけでなく、左後ろも見る必要があります。当たり前やんけ。今さらどうした？後方確認よし。行きます。自転車とごっつんこ。何言っとんねん、あんな道で自転車が来るか。アンビランス。はぁ、これもやりがちな人多いよな。ミラーいちいち見るとかアホやろ。ってことはあなたたち賢いんでちゅね。曲がる時にミラーも見れないなんて、天才的に賢いでちゅね。天才って天才の天才だよねそれ。知能が天才程度って意味かもしれへんやん。どう思って運転すればいいのか。なんやそれ。天才の被り物。絶対見えてへんやん。つまりさっきのやつと一緒でしょ。例えがひどすぎるわ。まあ、これで目視確認の重要性が分かったと思うので、次に進みましょう。今度は？この状況。左折したい左の車。バスが止まってくれた。これで左クリア。撮影者とも十分距離がある。よし。何やってんの？安全確認、ちゃんとしような。はい、またおふざけ系交通安全啓発動画でした。どっちなんだか。どっちも、毎日楽しく見るだけで自己回避の達人になれるよ。今すぐチャンネル登録だ。それでは今回はここまで。次のカーボン調でお会いしましょう。現場猫の提供でお送りしました。